皆さんこんにちは、ガガの高橋です。さあ VRC をやっていくんですが、やはりね VRC の魅力は、まあ、いろんなところでいろんなマシンができるところっていうのはあると思うんですけど、まあ、ご存知かどうか分かりませんが、私は得意なのはオンロードなんですけど、今好きなのはバギーなんですね。でバギーで特に今実は一番興味あるのは81バギーのエンジンのバギーなんですが、まあ、ちょっとねそれもいくつかやってみたんですよね VRC で。まあ難しいって難しいってね、とりあえずもうちょっと VRC に慣れ親しむにのにあたってね、やっぱり、まあ、まずはでの慣れ体が慣れている電動からねやっていこうかなと。で私あのショートコーストラックすごい好きなのと、あと昔から憧れているコースがあったんですけど、それがねあるんですよ。ナイトロブラストっていうサーキットなんですけど、まあ、動画とかねアメリカのほらバギーってめちゃめちゃ盛んじゃないですか。こう何ここ本当に現実なのっていうぐらいすごいモータースポーツみたいなところでね、あのインドアですよ、めちゃめちゃでかいところでありえないコースをやってる。まあラジコン始めてねバギーに興味あるんなら、まあ、一生に一度はね絶対行ってみたいというようなねすごいところがあるんですけど、まあおそらくねそこじゃないかなと思うんですよ。実際私詳しくは知らないけど、まあ、雰囲気とかを見るにここなんじゃないかな。まあここもあるし、まあ、他にもいろいろあるんで、まあ、それはおいおいやっていこうと思うんですが、まあ、使うのは SC トラックでね、まあ、そのコースの人類の限界のタイムに挑もうと。あの気にしないでくださいね、言ってるだけなんで。まあこうそういうネタなんでね、いろいろコース回りつつ、高橋がそうね一つのコース50周から100周ぐらいしてですね、まあそのコースのある程度のタイムを出して、まあそのコース同じカテゴリーで楽勝で何秒まで行ったぜみたいな声をね、まあコメントでもいいですしね、そういう声を聞かせてもらえたらね嬉しいなっていうんでやっていこうかなと思いますね。他にもね思い入れのあるコースっていうのはたくさんあるんで、まあ、いろんなカテゴリーでやっていきます。まずはこう SC トラックで、私以前の動画で基本的にどのコースをやるにもスペックっていうやつがいいよって話をしたんですけど、私が今からねお見せするこのナイトロブラストっていうコースのすごいウルトラジャンプがあるんですけど、それだと一発で飛べないんですよねジャンプね。だからまあ仕方なく 8.5 ターンのやつを使って、かつねそれでも飛びきれなくてギア比をね上げて、それでやったらなんとかギリギリ飛べる。しかもあのジャンプのかっこよさもねあるんで、しかもコースねめちゃめちゃ難しいですよ。まあまあとりあえずやっていきましょう。とりあえずプラクティスね。いやこれ大体30周ぐらい私今動画撮る前にテストで練習したかな。いいですか、スタートしますよ。まずこう来るでしょ、ちょっとここでスーパージャンプ、今飛ばないですよ、ここをねここまで飛んじゃうんですよ、一気にズバーンってね。すごくないですか。空中姿勢とかもねバギーちゃんとできます。ここ回って、ウォッシュボードはちょっとだけウォッシュボードがあって、ここはね飛びすぎ注意、ふわっと飛んで合わせて、この奥がね見えない。ここはね私以前あの中国のほら世界戦に行ったでしょう、まあ、あれよりはマシかな。あの時は本当もう見えなくて自分がね何してるか分かんなくなったんだけど、これはそこまででもないけど、まあ、かなり見えない。ちょっと試験員があって、ここも合わすとね、でここも SG、そして、バンクっていうんですかね、あって回っていくという一周のコース、まあ、私何周かやってねこの動画上で人類の限界のタイムを出していくんで、いきますよ。うえふい見た見たやばくない超気持ちいい。今空中もねハンドル切ると車もちゃんと揺れるし、しかもスロットルでの頭を落としたりとかでもできます。でウォッシュボードね、ウォッシュボードがあって、こっから先のセクションがね見づらいけど、なんかえらい
えらい調子いいな、いきなり人類の限界出ちゃうんじゃないこれタイム。よし慎重に、ここは難しい、よし握れ握れ、これ何秒、これ50秒フラットか、よし、おい、あーこうなるんですよ今ね、ちょっと躊躇しちゃった、50秒フラット私ね、もしかしたらあれかもしんない、自己ベストかもしんない、40多分な、まあそこまで今日は詰めれないけど47秒とかぐらいは楽勝でいきそうな感じしますね、いかないかな、3秒ぐらいは詰まるでしょう楽勝にね、ここをこううまくいく、これがねだいぶ大事だと思う、あとここもね、これちっちゃく入りすぎた、でバンクはねこれねやったらわかるけどめっちゃ難しい、よしさあ次いきますよ、アウトからスパッと切り込んでちっちゃく回ってフルスロットル、うい、うわーい、あー来たー、あーでもねはらんじゃった、まあ、これもベストラッパー出ないけど、でも速度乗ってるから、あ飛びすぎた、でも大丈夫、処理が良かった、おもうここはね運です、運、まっすぐ走ってるか運です、ウォッシュボードはハンドル切ったら終わり、よし、そしてここも綺麗に来たね、あまだなんとか、もうさっきの50秒を切ることはまずないね、よし次いきます、お今のでコンマ5秒近、あ躊躇しちゃった、よしよし、ロスないロスない、49秒入るなこれ、ここすごいコースでしょ、これインドアですよ、これおかしくない、ナイトロブラストっていうだけあって本当はね81とかをやるコースなのかな、まあ電動も走らないことないと思うけど、まあここまででかいと81の方がやって楽しいよね、このナイトロブラストを終わり、あー今よかったのに、今よかったのに、今よかったのに、絶対楽勝で50秒切ったな今の、この一周長いからね、一周がだって50秒でしょ、それはね長いコースの一周ワンラップは難しいよね、さあ行くぜ、アウトから切り込んで着回って全開、ういういうわ気持ちいい気持ちいい、見た今の、みんなやった方がいいよこれ。運だ運だけど、なんとかまっすぐ飛んで、おお 悪くないね、ウォッシュボードいかにある程度車速出せるかで、ポイントはこの試験員をいかにまっすぐ、ああ来たね、これ来るんじゃない、これちょっと来るんじゃない、これ来るんじゃない、これちょっとかなりビビりだな今の走り、ビビりだけどこれ切ったな、これうわ来た、いくつ49秒にだって、やったこれ、でも、まあ1秒は楽に縮まるな、多分ワールドレコードだと47秒台は出るんじゃない、もう1回ぐらいタイム出そっか、せっかくだから、おお面白いよこれ ST トラック、これ4区ね ST トラックね、ウォッシュボードどのぐらい握れるかだね、あ結構握れるな、そしてここも湿気印も握り続けたら早い、さっきかなりねせこく走ったからね、ここもかなりせこかったからね、ビビり入っちゃってね。よし行くぜ、魂の一周、あちょっとアンダーだけど、まあ、まだ全然いける、軽く、あ飛びすぎた、ああ、まあでもまだいける、まだ多分
さっきの49秒を抜く余力はあると思う。よし、ボード、あ、逃げてる。よしよし、こっからだな、こっからだよマジで。あ、ちょっとはらんだな。うまくいけよ。よし、いけるか、いけるか。全開全開、突っ込む。あー、49秒台には入ったけど、おお、見た、戻したよ今のすごくない？これ伊予さんとか見ててくれたらね、やってくれるんじゃないの。46秒台出ましたとか言いそうだな、あの人まあどのくらいやり込むかだよね。ああ、これがあるのよ、これがあるの。ここね、めっちゃ難しいのよ。しかもね、グリップ感変わってそこで握るとね、滑っちゃうね、プリンってね。ここほんと難しいで、やりすぎると上まで上がりすぎちゃうでしょ。よし、行くぜ、本気、高橋の本気。逃げてる。うい、うわ、気持ちいい、気持ちいい。逃げてる、ふわっと。ああ、あそこ速度出すぎちゃうんだよね。悪くない、逃げすぎると遅くなるから、このくらい。ここバンク使って向き変えて、あーショックよかったのに。うわ、あのくらいスパーンといけたら気持ちいいよね。お、いいね、ああいう感じだね。 今でも飛びすぎなぐらいだけど、今ちゃんと着地にスロットル合わせれたもんね。うやって、これシャツ、ここでね、ここの降りたところで速度合わせてどうのって色気づくとね、確実にね、この辺に当たって死ぬの。もう何回もやった。よし、じゃあアタックいくぜ、ママよー。欲を出すと終わるだ。そうか、体の力を抜くんだよ、体の力を。ちゃんとね、であのブレーキとかステアリングとか空中姿勢ほんと反映させるんで面白いですよ。ほら、ちゃんとブレーキ踏むと頭落ちるしね。こんなさ、すごいコースでラジコンできたらすごいよね、本当にね。こんなところでできる人間が人類で何人ぐらいいるんだろうね。いやー、伊予さんとかやってくれるかな、このコース。あの人やってるんだよね、やろうって言ってたからね、前ね。でもバギーをどこのコースやってたかだよね。まあここもやったことないってことはないだろうね、まあ、何のカテゴリーでやったかなんだろうけど、あ、集中力がないとね、マジでね、終わる。ああやってね、スロットルでちょっと荷重、クククッと向きを変えることもね、できます、SC なら。よし、じゃあ、ここからアタック。いきますよ。かっこいい。あ、はらんだけど、まあ大丈夫。ああ、ああ。一周が長いからさ、こうなると本当がっかりするよね。そう、力を抜いてね、軽くね、軽くね。おい、気持ちいい、来てる、来てる。ちっちゃく、ちっちゃく。焦るな、焦るな、高橋。焦るな、ほい、軽くね。焦るな、かっこにこだわるな。
て、ウォッシュボード焦るな。よし、ここは度胸一発頑張る。早い、ここも度胸一発。全然甘い、甘いけどここ悪くないよ多分。ここ集中、あーどうだ、でも出るか出るか出ねえか。あ出た、何秒、49秒1秒。あこれやっぱ47秒入っても全然おかしくないねということで、まああと10周ぐらい集中してできれば48秒台は絶対入るね。47秒はでも相当やんないと無理かな。まあこの高橋の世界記録を誰か抜けるかなはい、今日はですねこのアメリカナイトロブラストというインドアコース、めっちゃすごいところでしょ。ここを SC トラックでやってみました。私は 8.5 で、ピニオンを大きくしたら手前のねスーパージャンプ飛べるようになりました。まあ、7.5 とかでねやってみると、まあ多分直線速くなったりするからタイム的にはもっと出ると思うんだけど、制御は本当難しくなるのでね、まあいろんな形でやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、次はまたどっかバギーか、まあ、いろいろドリフトもあったりラリーもあったりするんでね、まあこれからいろんなのをやっていきたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録もねぜひよろしくお願いいたします。